2020明治安田生命 J2 リーグ第9節ジェフユナイテッド千葉対ザスパ草津群馬の一戦、舞台は千葉のホーム福田電子アリーナです。ジェフの方は8試合でトータル8ゴールで、群馬の方は8試合でトータル4ゴールとちょっと寂しい数字なんですが、まあ、このあたりも一つきっかけがつかめればというところなんでしょうね。そうなんですよね。千葉の方はスタメン変更1枚を施してまいりました。ゴールキーパー新井翔太、田坂、チャンミンギュ、鳥海、安田道博の最終ライン、矢田、熊谷、アンドリュー、田口、為田の中盤です。そして前線今日は川又と山下の2トップです。一方のアウェーの群馬です。ゴールキーパー今日は2試合ぶりに清水です。岩上、岡村、船津、小島の最終ライン、田中、宮坂、内田、白石の中盤、そして前線は大前と今日は新が2トップを組みます。林良平は今日はベンチスタート。フィールドプレイヤー全員千葉陣内です。ここで他線にボールを出し入れしながらこのボールを狙っていました。さあ今度はカウンター千葉、左から一気にスピードを上げていきます。ゴール前には川又と山下、マイナス入れてきた田口、左足キーパー、もう一つ、最後は詰めた山下、ここも田口がいいタイミングでサポートして左足振っていきました。まずもうボールカットしたのが田口選手なんですよね、自分たちがしっかりこうボールを保持しながらゲームをコントロールしたいところなんですけどね、こういうところですよね、千葉が早いんですよね、そしてもう田口がここに顔を出しています。田口切り返して中を伺う、ヒールで流して米倉ダイレクトのクロス、川又のヘディングシュート、いい形を作りました千葉、流れるような一連の攻撃でした。巻いてくるボール、いいボール、やだです、ダイレクト落として熊谷、安田から、さあここからどう展開するか千葉です。もう一度後ろで動かします、熊谷と安田、右に幅を取っている矢田です。安田は直接ゴール前に放り込んでいきました。川又フリックしてこぼれ球、山下ついにこじ開けました、先制千葉35分、最後はこぼれ球右足強烈叩き込んだ山下、ホームの千葉が先制しました。開始35分、素晴らしいシュートでしたね。抑えた素晴らしいシュートですね、スライディング2人来ていましたが、まあ、振り抜きましたね、収まる、お取り返した、下げて宮坂打たない、縦引き出した、反転した、倒れて PK、 いいとこ見てましたね。倒れた白石、鶴岡主審はペナルティースポットを指しました。ゆっくりと助走に入って続いて右の隅に蹴り込みました。群馬同点、大前元気群馬移籍後初ゴール、 PK をしっかりとコースに蹴り込んで群馬が同点に追いつきました。宮坂からダイレクト引き出して入ってきた新、マイナスのクロス、左足決定機でした。交代投入です、入りました林の左足、岩上からのロングフィード、中へヘディング落として大前浮かせる、大前流してもう一度岩上から低いブロック、ヘディング、ダイレクトで合わせました。大前が技術の高さを見せました、ダイレクトシュート、よく合わせましたけどね、こぼれたプッシュ、群馬逆転、最後は押し込んだ小島、
締め切りましたね。後半のアディショナルタイム、そしてここでタイムアップのホイッスル。群馬4試合ぶりの白星、今シーズンの2勝目。前後半ともにアディショナルタイムにゴールを奪って、後半はラストプレーコーナーキックから見事な逆転ゴールを奪いました。群馬の千葉に対しての相性の良さなんですかね、こういうところが。千葉の方は開幕節以来のホーム白星なりませんでした。